はい、どうだよ。さあって言ってみましょう。共通テストの結果がものすごかった四郎、まあ立子28を超えるみたいな、そんなコメントがいろいろと来てましたけど、結局どうするんだと、どこにね、だって出願できるんだっていうことなんで、ちょっと聞いてみたいと思います。東北大しか目指してないって言ってたしね。そうするともう無理じゃない？私立受けんのかな。そもそも受けれるとこが国立はないんじゃない？はい、おはようございます。自己採点で英語が16点でリーディングですね。立子28を超えたみたいに言われてますけど、立子28あんまりよくないけどリーディング16点っていうのはもうこれもな、山間で当たったものなのか、ちゃんと自信を持って選んだものなのかっていうのが。山間ですかねよく80分間何もわからないまま試験を受けられる。慣れちゃった。そうです、何もわからないことにはい、いやいや、それでリスニング32で、これはこれも聞こえないけどみたいな感じ。まあある程度わかるもんもありましたよ、ね、テーブルのやつとか。ああ、なるほど。分かった。臨性は知識、特に正規は入ってんですけど、やっぱテストってなるとアウトプットができてないから、こうつながってないから。臨性そもそも学校でやってます。じゃあなぜ臨性を受けたん一応今年取ろうって思ってやったけど、結局何も勉強することなく突っ込んじゃった。なるほど。だったら政治経済にすればよかったとか。まあ、国語の26はこれ、言語漢はどうなの？漢は多分0点だ。言は2問ぐらい当たってかも。もうほぼ山場です。あ、なるほど。漢字全滅だった。漢字語彙のあの辺全滅。ヤニワニはわかんない。古文は？だ、古文だから2問だけ。でも山か。絶対山か。うん、でしょうね。わかんない。まず絶対日本語を読めるようにならないといけないと思う。そこが圧倒的な問題じゃん。漢字や語彙をちゃんとやんないといけないよね。ただまあだって理系だから、数学 1A 4点、数 2B 8点っていうのは、これはまあね、これが問題ですよね、かなり。いやいや、全部問題だわ。これがじゃないよ。全て、まあまあまあ、全て大問題。まだ、あと、国語とかは、まあ、英語はいるにしても、まあ、国語とか、人生は別に極論ね、やりたい仕事に、そこまで直結するわけじゃない。いやいやいや、あなただって東北大受けるっつってたんだから。まあ、東北大受ける。まあ、それじゃなくても、二次試験で使うというか、その仕事上はいらないし、その専門家庭学ぶって上でおいてはそこはいらないけど、まあ、数学は使いますからね。いやいやいや、国語わかんないと、日本語読めない。ないと、それ一番の問題、一番の問題でしょ。 S1A もこれも勘ってこと？勘ですね。すげえな、一問。てかこれで大学入れたっていうのが謎理論ですよね。そうだよ。だってそれも絶対言えないわ、あの大学名。そう、言えない。あんなに頑張っていく人たちがいる中で。そうなの。そんなところに、こんな数学。そもそも俺前親から言われてたのが、地元にある富山国際大学に行けと。だったら入ってちゃんと卒業できるって言われる。うん。じゃあ何、入って卒業できなかったの？前のところは。辞めましたけど。辞めました。やっぱそれだって課題とかもできないわけでしょ。だって理系のやつだったから。でも、3年生まで一応進級できましたよ。留年はしてないです。休学して留年したってことになりましたけど。でもだって理系の課題できないじゃん、これじゃ。何にも。ついていけないじゃん。一応なんかコピペだったりとか、大学受験の参考書とか買って、それを貼り付けたりとかして、なんとか。ダメだよ、そういうことをしちゃいけませんよ。はい、で誰がいんの、どこにいんの、誰が。誰もいないよ。視聴者は見てるでしょ。ああ、勝てたね。だからそもそもなぜ推薦が取れたのかってことですよ。まあ評定平均が高かった。4.5 以上持ってた。この学力で 4.5 以上取れるって高校の方が問題じゃないですか。それはボーダーフリー高校だから。ボーダーフリー、ボーダーフリー高校っていうものがあるんだね。あるんです。ボーダーフリー、はい、調べてみてください。あ、今撮影してるから言わないですけど、あ、高校名言わないですけど、森田さん撮影終わったらいい見てください。みんなの高校上さんって名前したら防線によく入ってます。いやでもいっぱいいますよ、多分。これでもその昔金沢大学の法学部に現役合格した人がいました、一般入試。いやいや、ボーダーフリーでもできる人はいるから。これは通信高校だってできない人とできる人がいるのと同じで。います。はい、まあただ、いやだからそういう風に俺もなりたかったです、一般で。だけど、一般入試やダメ。受験資格与えない、親と学校から言われる。うん、まあ、まあだってこの学力でそれはそう判断する方が適切でしょう。だってどこも行けないから一般入試でやったら。まあまあ、だからそれでも、いやでも、それ大学入ってからどうすんじゃん。大学の単位どうすんじゃん。それだったら。いいよ、もうそんなんだったら大学受験しませんって言ったら、いやダメです。
大学行かないじゃ行ってモラトリアも取ってる。だからまあ結局はこの学力でも超いい成績が取れてしまうという高校の問題点、それで推薦で行けてしまうという大学側の問題点、それでも単位が取れてしまうというまた大学の問題点があるって感じだと思うけどね。ええ、だから大学の闇満載です。私大学、日本の大学受験の闇と大学の闇を満載した男です。満載した男どういう意味だ。全部実体験で体験してきた男、まあわかるわかる、それ大学はだって行ってる側だから、でも行ってるし教えてたからよくわかってる。別になんかすごく学力がなくたって卒業はできてしまうから、まああなたは理系なのにそれができるんだなっていうのがまあ驚きです。文系だったら全然別に学力なくたって行けちゃうから、卒業するまでに。だって英語だって、英語の専門の人たちだって結局中2レベルでそれ卒業していくから、でそれで英語の先生とかになったりするから、それが中2レベルの英語力のまま英語の先生になるっていう、そうそうそう、結構そう、結構とは言わないけどそういうことが可能だから、まあ、可能だと。今はだって足りてないから、人先生がね、人足りてないから、そういうことだって全然。俺のがうちの学校の生物の先生とか年次主任の先生言われたんですけど、うん、まあ当時大岩の初めの英文法っていう参考書すら知らないですよ、存在自体知らなかったんですけど、うん、持ってないし知らなかった状態なんですけど、お前地元の国際系の大学行ってアメリカ、あそこ学費でアメリカ留学できるから留学して帰ってきたら英語社会になるんですって言われたんです。そんなことあります？ないです。あなたのこの実力では英語は喋れるようになって帰ってこないです。山口くんだったらなったかもしれないですね。山口、ああエフラン山口ね。いや山口も留学して帰ってきてるから、はい、で物理34化学20でこれでおできてるってもう錯覚を起こさせるぐらいの点数の低さですから、はい、まあ一応は理系で、でどうすんの、もう次第は何も受けないってことなの。いや多分これじゃ親も多分受験費用出してくんないだろうし、まあ五浪目突入、うん、まあもう受験費用出してくんないだろう、そりゃそうだよ、当たり前だけど、まあこれはお礼の金でやってるんで。ああそうだ。でもじゃあ私立はどこにも出願しない、でまあ国立だって東北大しか受けないでしょ。まあこれは無理でしょうね、どこでも無理でしょう。そりゃそうだ、どこが受け入れてくれるんじゃいっていう、はい、まあこれでだから、いやなんで辞めたかっていうと、だからこれでよく大卒だって名乗れるよなっていう風な状態なわけじゃない、うん、そもそも、うん、そうだよ。だからもういや多分だから仕事がね、多分技術者って仕事がつけない、つけないつけないでしょ。だって数学も森田さんの、あのね、何年かけても大岩の初めの英文法終わってないって言いますけど、数学も何年かけても2次関数から先に行けないです。これはやばいでしょ。いや2次関数から先に行こうと思ったんですけど、行こうと思ったら推薦入試やってくださいね、じゃなきゃ受験許可下ろさないよって言われ、はい、筆記試験禁止、はい、ダメ、やっちゃダメ。違う、意味わかんない、それは。高校生の時にそれでも4回ね、こんだけやってたら、それは行くでしょってね。4年かけて行かないのは意味がわからないってこと。ああ、そう。それはいろいろっす。そうです。だから、俺がだってさ、高校生の時にさ、まあ、そう、9割取ってますからね、やり込んで。そうだよ、だって。過去問やり込んで。2ヶ月プラスアルファかな。だから、3ヶ月弱でそこまで数学やったから、2次関数より先に4年かけて進まないはわからない。いろいろです。もう、だから、もう言い訳するの面倒くさいからやめる。ちゃんとやらないとダメです。英語と中学数学と物理。そんな中学数学やらないとダメなのか。まあ、とりあえずスピードつけてやらなきゃいけないのは一旦中学数学かな、うん、まあそれ終わったらセンター試験とかやりますけど。じゃあまあどこにも出さんということですねということで五郎目突入はい、ということでございました。ありがとうございました。 Thank you for watching。 闇闇